ブルースタジアムです。麻生対尼崎、このゲームの模様をお送りいたします。麻生の先発は右の伊能、尼崎の先発は右の向井、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。まずは1回の表、先頭バッターは水野。第9、1球目ストレート空振り、いきなり165キロ。第2球投げた、2球目ストライク。投球はこれから3球目、アウトロー、外れてボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、打ちました、1、2塁間へ、関口ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番畑野、投げた、直球決まってストライク、いきなり164キロ。第2球投げた、これも空振り。頼むよ。第3球を投げた、1球外した、ボール、膝元外れます。カウントは1ボール2ストライクです。投球これから4球目、163キロ直球、空振り三振。第1球投げました、変化球ストライク、インハイへ。第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、これはヒットになります。石岡ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第1球打った、ファール。さあ次の投球、外角高め、カットボール外れてボール、カウント1ボール1ストライク。投球は3球目、投げました、ストライク、インコース厳しいところ。第4球を投げました、打った、セカンド右横のフライになりました。取りました、これで3アウト。一塁ランナー石岡残塁に終わりました。尼崎初回は0点に終わっています。1回の裏、麻生攻撃に入ります。トップバッターは阿波、投げた、見送ってストライク、いきなり159キロ。初球ストライクから第2球投げた、空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げた、160キロ直球、空振り三振。向井ナイスピッチング、投げた、インコース低めストライク、いきなり160キロ。第2球打ちました、ショートバウンド、ショートから一塁送球。水野軽快な守備を見せました。右バッターボックスは3番中山、投げた、ボール。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球は打ちました、ファールボール。第4球を投げました、打ちました、これはショート正面、水野掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。向井上々の立ち上がりを見せています。1回が終了しまして、麻生同じく無得点で終わっています。2回の表、尼崎攻撃に入ります。この回の先頭バッターは坂下。さあ次の投球、投げました、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、ストライク。さあ4球目打ちました、南雲ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番西久保。第1球投げました、決まってストライク、いきなり155キロ。第2球顔の前通過。第3球を投げました、直球ストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、ボール、カウント2ボール2ストライクです。さあ投球は5球目、投げた、打った、打球はセンター浅いところ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番真由美。第1球投げた、初球見送ってストライク、いきなり163キロ。第2球投げた、インコース高めストライク。
第3球を投げた。1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目ボール。カウントは2ボール2ストライク。次が5球目。危ない球。さあ6球目投げました。打ちました。関口取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。天ヶ崎結局三者凡退、無得点に終わっています。2回の表が終わって天ヶ崎無得点で終了です。2回の裏麻生攻撃に入ります。この回のトップバッターは内川。内角に送ってストライク。いきなり157キロ。さあ次の投球投げました。外角ストレートは外れてボール。これは外れます。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。変化球ストライク。アウトコースへ。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。ヒット。内川いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。キャッチャー二塁へ送球。判定はセーフ。盗塁を許します。さあ次の投球ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。セカンドランナーちらっと見た。投げました。一つ外したボール。カウントはワンボールツーストライクです。第4球を投げた。ストレートはボール。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた。これはバットの根元。ショート前方のフライになりました。掴みました。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。投げた。直球見送ってストライク。いきなり160キロ。第2球投げた。打ちました。センター前進。取りました。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第9投げた。見送ってストライク。いきなり159キロ。第2球投げました。ボール。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。打った。これは内野へのフライだ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー内川残塁に終わりました。2回が終了しまして0対0。麻生チャンスを生かせません。3回の表尼崎攻撃に入ります。先頭バッターは小坂。外角高め見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。インコース高め空振り。これで追い込みました。第3球162キロ直球。空振り三振。伊野3球で仕留めてみせました。縦のスライダーはストライク。まずは入れてきました。第2球ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。ストライク。インコース厳しい球。投球これから4球目。見送ってボール。平行カウント。第5球投げました。危ない球。投球はこれから6球目。空振り三振。2者連続三振。バッターはトップに帰って水野。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた。空振り。第3球はストライク。空振り三振。ボール球で仕留めました。天ヶ崎3者連続三振で攻撃を終えました。3回の表が終わって0対0。両チーム無得点。3回の裏麻生攻撃に入ります。トップバッターはタナ。投げた。打ちました。初球打ち。センター前に出る。ヒット。タナナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターはピッチャー伊野。第9投げた。初球送りバント。ファール。一塁牽制。タッチはセーフ。第2球投げた。見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。ここは送りバント。ファールボール。尼崎内野陣はゲッツー体勢。アットスリーバント。バッターアウト。
打順は1番に帰って、アバ、今日の第1打席はスイングアウト。ファーストランナーをちらっと見て投げました。2球目ストライク。第3球はアウトコース低め、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。157キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました。3球目空振り、少し迷ったか、肩越しにランナー見た。第4球を投げました、打ちました。レフト前進、掴んで、これで3アウトになります。一塁ランナー田中残塁に終わりました。3回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。尼崎、この回は2番からの好打順、先頭バッターは畑野。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、一つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、164キロ直球、空振り三振。4連続三振。バッターは3番石岡、今日2度目のバッターボックス。見送ってストライク。第2球投げた、決まった、ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、164キロ直球、空振り三振。石岡、全くタイミングが合いません。バッターは4番三河、第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。投げました、ムービングファースト、見送ってストライク。次が4球目、投げました、ボール。わずかに外れました。カウントは2ボール2ストライク。次が5球目、投げました、カットボールはボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました、打った、鈍いゴロ。サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。尼崎、結局この回3人で攻撃が終わっています。4回の表が終わって0対0。麻生、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番中山、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球外角低め、外れてボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ4球目打ちました、小坂、落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番内川、投げた、インコース高め、ナックルカーブ、外れてボール。投げた、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、危ない球。次は4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番藤、第1打席はショートフライに倒れています。第2球ストライク。第3球は危ない球。第4球はボール。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目、打った、センター前進、取って、これで3アウトチェンジ。麻生、クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして0対0。麻生、今田スコアボール。5回の表、尼崎攻撃に入ります。トップバッターは坂下、尼崎、ここはなんとか塁に出たいところ。1球目ストライクから投げた、打った、引っ張った、内川、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げました、初球を打ちました、ショート右への打球、ショートから一塁送球、アウト。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番真由美。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。いきなり165キロ。さあ次の投球、投げました、決まった、ストライク。これで追い込みました。第3球、変化球、空振り三振。伊野ナイスピッチング。尼崎三者凡退のイニングが続いています。5回の表が終わって0対0、尼崎この5回の裏、麻生攻撃に入ります。この回の先頭バッターは北。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球、投げました、2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げた、アウトコース高め、外れてボール、大きく外れました。カウント2ボール2ストライクです。投げた、打った、畑野ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。低めボール。第2球、投げた、ボール、カウントは2ボール。第3球、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ています、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは代打若竹。第1球投げた、初球打った、水野交代、ヒットになります。若竹いいバッティングを見せました。さあ2アウトからサヨナラのランナーが出ました。バッターはピッチャー伊野。第1球投げました、ストレートはボール、まずはインハイ。第2球投げました、直球ストライク、インハイへ。投げました、ボール、いいところですが外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、ファール。さあ投球は5球目、打ちました、フラフラっと上がった。石岡余裕があります、取りました。これで3アウト、一塁ランナー若竹残塁に終わりました。5回までが終了しまして0対0、特別延長ルールによりの、さあここは守備を変えてくるようです。第1球投げました、初球空振り、いきなり165キロ。肩越しにランナー見た、投げた、決まってストライク。もう追い込んでいます。投球は3球目、投げた、ストレート、空振り三振。土屋全くタイミングが合いません。第1球投げた、見送ってストライク、いきなり166キロ。第2球打ちました、いい当たり、ライナーだ、センター前クリーンヒット、セカンドフォースアウト。麻生なおもピンチが、尼崎代走を送ります。増尾一塁に入りました。打順はトップに帰って水野、今日はセカンドゴロと三振。あっとこれは上がりすぎたようです。レフト落下点に入りました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁三塁残塁。延長6回の表が終わって0対0、尼崎この回チャンスを生かせませんでした。向井降板、右の馬場サヨナラのピンチで登板です。麻生代走投入です。バクタ二塁に入りました。麻生この回1番からの高打順になります。先頭バッターは馬場、ここまで2打席連続三振。第2球投げた、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る。石岡取ってアウト、送りバント成功。尼崎なおもピンチが続きます。初球から打ってった、センターへの犠牲フライになるか、抑えた、涌田スタートを切った、サヨナラ、サヨナラ勝ち。麻生見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように1対0、
麻生、サヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は伊能、敗戦投手は向井、実況担当は堂前秀夫でブルースタジアムよりお伝えいたしました。なんか部活の話題いまいちなんだっけ、間違えた、趣味の話、うん、なんで外すんだ、畜生、もったいねえ。あ、それ、プレゼント。ほい、プレゼント、これあげるよ。あ、間違えた、蛇の抜け、ちょっとバカやっちゃったよ、プレゼント。じゃあ、大きなぬいぐるみあげよう。うん。バカなんで蛇の、やっちゃったよ。